タックルの今度入り受けながらタックル入りながらそこで首を取ってそのままフロントチョークを決める、やり方をやります。とまずあのタックルもらうときにこのままもうフロントチョークやろうって気持ちでやっちゃうとこっちが中途半端に入って倒されちゃうことが多いので、まずしっかりと自分でいい姿勢でタックルを受け止めるぐらいの気持ちが大事になります。この時しっかりとお腹を張ってバランスを取ることが大事です。でタックル切るだけでしたら手をこのまま手入った手をこのまま外側に受けて潰せばいいんですけど、フロントチョークやる場合は途中まで一緒で手を入れてここから手を巻いてで決めるんですけど、このやり方を説明します。まずタックル来た時にいい姿勢を立ちますか、一回そうなんです、はい、姿勢 でこの時に同じように必ず手を刺します。手を刺してでそのまま手の相手の首に沿って手を入れてこっち側で手を出します。で反対の手で自分の手を持ってクラッチして、でこの時後ろに反るんじゃなくて相手の首にを丸まって決めるような感じになります。入れてここで反って決めるんじゃなくて手を丸めてやれば決まります。じゃあ連続でやります。次は相手に入られてでフロントチョークの体勢まで行くんです。今度相手が起き上がってきた場合、起き上がってこのまま決めれなくなった場合なんですけど、そういう場合は同じように今度首をこっちで この状態で決めようとしても相手が首を起こしてくれば入らないの でこれで耐えても耐えても決まらないので でここからの決め方をやります。ここまで入ったらまず相手の力を利用してこっち側自分の脇の抱えている方に倒します。相手をでそのまんまさっきと同じように決めつつその相手が前に出てくる力を利用して引き込みながら決めます。じゃあ今これ入れるんで OK です。じゃあ連続でやります。入ってでこのままさっき決めれたんですけど、このまま決めれない場合に相手がこっちの手で下げてきたらこっち片手だと決まらないんで、この時に、手を変えてスイッチして決めるやり方を説明します。まず同じようにタップ入って切ってまずこっちの方でやろうとして その時にこれをひねる前に手を押されてしまった場合に今度相手が下に押してるんでそのまんま反対の手を外に逃がしながら相手の手をこっちの手で押さえつつこっちの手で相手をこっちに流します。でそのまんま首が開くのでこっちの反対の手で持ってでさっきやったのと同じように決めます。でまた相手が張ってきて首が張ってきたらさっきの言ったようにひねって引き込んでやれば同じことになります。でこれを流れていきます。これでこうグルッとやります。
ます。あの次なんですけど、タイミングの問題で、例えばここまでフロントチョーク入って、ここまで来れば大体決めれるんですけど、これで相手が手でどかしてきて、でスイッチもしようとしたりした時もそのまま首を起こしてきて入ってきちゃって、ここから決まらない場合があるんですけど、こういう場合に無理にまた行こうとしたりしてもダメなんで、こういう場合の、手の差し手を入れてスイープするやり方を、今から説明します。まずそのまま同じようにフロントチョーク入るとして、で手を動かされて、でここでそのままスイッチしようと思ったらもう相手にも完全に起こされちゃって、ここからもういくらやっても決まりません。なんでこの時にこっちの巻いてる手のこっちの自分の手を相手の脇の下に入れます。でこの時に自分の姿勢をこうやって起こしながらやっても相手が脇締めちゃえば入らないんで、これもしっかりとまず手相手に起きられたら自分も腰をしっかり落として起きてていいですよ。この姿勢であれば必ず相手をコントロールできるんで、脇締めてやってもそのまま相手をコントロールすることができるん でまず手を入れたら、それでこっちを刺したらこっちの手を上に引っ張りながらこっちの自分の肩で相手の首を潰します。そうするとこれ跳ね折り固めっていう技になるんですけど、でここからまずはスイープをやります。でこれで相手が押してきたところに刺して手を返しながら決めればそのままスイープでこのまま決めます。体がすごい柔らかい人もこのまま決めることもできない場合があるので、またここから確実なまままたフロントチョークに変えて決めるのも後でやるんですけど、まずはここまでやります。じゃあ流れします。大丈夫です。もう一度いきます。で、さっきやったここから相手をスイープして返します。で、このまんまこうやっても相手の体の硬さによって決まらない場合があるんで、このまま決まらなかった場合にまずこっちの手を、こっちの手があるんでこっちの手を下に下げながら足を戻して、で膝をロステリングザベイにします。で今度こっちの刺してる手を、相手の脇に刺してる手を出しながらこっちの反対の手で持って、バウンドを取りながらお腹を張ってフロントチョークを決めます。これ流れでやります。もう一回やります。